クレヨンしんちゃんアクション仮面 VS ハイグレマ王は1993年7月24日に劇場公開されたクレヨンしんちゃんの劇場映画版シリーズの第一作目上映時間は95分興行収入は22.2億円クレヨンしんちゃんの初劇場版作品制作が決まったのはギリギリであり当初は2本立て 三本立てといった中編をたくさんやるという意見があった。第23作目、クレヨンしんちゃんオラの引っ越し物語サボ天大襲撃が22年ぶりに記録を塗り替えるまでは劇場版の中で興行収入が最高記録だった作品である。原作者、薄い義人が最も映画制作に関わった作品で、薄いは原作漫画版も描きを露した。また、タイトルと、 敵キャラクター、ハイグレマオは、薄いのアイディアである。エコンテは、当時演出担当であった、原敬一と本郷の半々で、前半の日常シーンを原が、後半の部分は、本郷という分担作業を行った。脚本の元平、良は映像化の際、自身が考えた脚本をだいぶ変えられて、クレジットの自分の名前を外してくれと言ったという、逸話もある。また、 終盤のアクション仮面とハイグレ魔王の追いかけっこのプロットを考えたのは設定デザインの湯浅正明である。その際、最初、本郷監督が考えたプロットを見た湯浅は面白くないですねとばっさり言った。ハイグレとは、主人公の野原慎之介の言い間違いから生まれた言葉で、女性用の水着や下着などのデザインの一種のハイレグを意味する。また、 ハイグレ人間たちのポーズは、タレントのビート、タケシの持ちネタのコマネチが元になっている。本作は、続編となる、ゲームソフト、クレヨンしんちゃん二大魔王の逆襲が発売されており、ハイグレ魔王の一味は、その後の、クレヨンしんちゃんゲーム版作品でも何度か、登場している。2011年にコミカライズされている。作画は、高田美玲。子供たちに、 絶大な人気を誇る特撮ヒーロー番組、アクション仮面の撮影中、突然スタジオで爆発が起こる。混乱の中、何者かがアクション仮面の力の源であるアクションストーンを奪い、どこかへと去っていった。一方で幼稚園の夏休みが始まった日、新之助とミサエ親子は、買い物の途中に、古そうな駄菓子屋を見つけ、その店で、 アクション仮面カードが付録として付いているチョコビを購入する。そして偶然にも幻のレアカードだと噂されていたナンバー99のゴールドカードを手に入れる。その数日後、海に行った野原家は海辺に立っていたアクション仮面アトラクションハウスの中に入り、軸移動マシンというアトラクションに乗り不思議な体験をする。家に戻った野原和也だったが、 翌日奇妙な出来事に直面する。新聞には、早く来てくれ。アクション仮面という見出しが並び、通勤途中に、ハイレグ姿の人々を目撃したヒロシは家に、舞い戻って、ミサエたちにそのことを伝える。テレビには、ハイグレ人間にされた人々が映っていた。直後、野原家に、謎の一団に追われた北春日部博士と助手の桜リリコがやってくる。リリコは、 番組の撮影だと思っていた一家に対して一週間前に新宿に宇宙からやってきたハイグレ魔王が皆をハイグレ光線で無理やりハイレグ姿のハイグレ人間に変えて東京を制圧し出動した自衛隊も帰り討ちにして支配地域を埼玉、千葉、神奈川へ広げているとテレビのニュース映像を交えて説明する混乱する 野原一家に対しリリコは、野原家が昨日乗った、時空移動マシンは、本当に時空間を移動してしまうメカで、野原一家は、時空移動マシンの力で時空を超え、架空の人物である、アクション仮面や、北カスカベ博士が実在している、パラレルワールドに来たのだと伝える。撮影スタジオで起きた事故もハイグレ魔王が起こしたもので、あり、アクション仮面はその事故の際に、 ハイグレ魔王にアクションストーンを奪われたことで力を封じられ、さらにこちら側の世界に帰ることができなくなってしまっていた。新之助が当てたナンバー99のゴールドカードは、このパラレルワールドからやってきたアクション仮面とリリコの双子の妹、ミミコがアクション仮面をこの世界に呼び戻すて助けをするアクション戦士を選ぶために用意したものであり、 リリコにカードを見せた新之助は自分がアクション選手に選ばれたのだと知る。そんな中、北カスカベ博士が持ってきた予備のアクションストーンを新之助が飴玉と間違えて誤飲してしまう。カスカベにも危険が迫ってきており、野原家の面々は園児や先生たちが避難のために乗っていた双葉幼稚園のバスにリリコと 北カスカベ博士を乗せ、博士の秘密研究所へと避難することになる。ところが途中乗車した松坂先生はすでにハイグレ、魔王の力で、ハイグレ人間にされ、魔王のスパイとなっていた。正体を明かしハイレグ人間になった松坂先生は、研究所のバリアを解除し、ハイグレ魔王の部下、腹巻レディスとその部下を研究所に招き入れ、 結果、新之助とミサイとリリコと、シロ以外はすべてハイグレ人間にされてしまう。新之助は、ナンバー99の、ゴールドカードの力で現れた、スーパー三輪車にシロと一緒に乗って、ハイグレ魔王の宇宙船のある東京へと向かった。果たしてアクション仮面は力を取り戻せるのか、そして、地球の平和を取り戻すことができるのか。ABC 映画クレヨンしんちゃん22年ぶりに、シリーズ最高公衆記録更新差しこも祝福。映画ニュース。http://www.oricon.co.jp:/news:/2055069/ フル /2017 年6月7日閲覧。 キネマ旬報ベスト1085回前九1924から2011524ページ、クレイオン新茶に映画大全、野原新之助ザムービー全、仕事、P21 参照。絵コンテでは、ハイグレポーズをさせられる、本田恵子と、カスカベ、書店の中村のアップがある。ハイグレ十から放たれる光線。これを浴びると、ハイグレ人間になってしまい、 どんな服を着ていても瞬時に、ハイレグ水着姿になってしまい、股間を強調するハイグレポーズをとってしまう。原作漫画版では、ハイグレポーズは挨拶の時だけでハイレグ姿である、こと以外は普通に生活可能。柄物のハイレグを着た、ハイグレ人間がいるため、ハイグレ人間になった後はハイレグなら、自由に着替え可能の様子。原作漫画版では、 野原家に到着した直後に、ハイグレ魔王軍の侵略がカスカベにも及んだことを、ミミコから知らされたため、プールを中断して、子供たちを親元に帰そうとするが、ネネママをはじめとした家族はすでにハイグレ人間に変えられており、野原家にいる北カスカベ博士を頼りに戻ってきた。ありがとうございます。